エアカナダ零一八便密航事件は二千十年十月二十九日に中国人の青年男性がカナダ人の高齢男性を装いエアカナダの旅客機で香港からバンクーバーへの密航を試みた事件二千十年十月二十九日香港国際空港からカナダバンクーバー国際空港へのフライトを運航するエアカナダ零一八便に変装用のシリコンマスクを着用して 白人高齢者になりすました中国人の20代男性が登場した。男性の当初の姿は外見上明らかにシワが多く典型的な老人であったという。また、香港国際空港の出国時も男性は変装により顔は老けていたが、なぜか手足にはシワがなく若々しかったため、当初から客室乗務員は違和感を覚えたという。 018便が香港を飛び立ち、バンクーバーに向けフライトを続けている間、男性は頻繁に機内のトイレに行き来していた。その様子を心配した他の乗客は客室乗務員とも相談したところ、老人がこ然と姿を消した。シリコンマスクは熱気がこもるため、男性はトイレに行ってはマスクを外して、息苦しさを解消していたが、 暑さに耐えかねた青年男性はマスクを外して共用スペースで過ごしていた。隣に座っている乗客が就寝しているのを見て、自席に戻り就寝したところ、その様子をお客室乗務員に目撃されたため、018、便がバンクーバーに到着すると、機内に現地の入国管理局員が現れ、男性を入国管理法違反容疑で連行した。 密航未遂の罪に問われた男性は、香港を出国する際、偽造パスポートを使ったが、本来厳重であったはずのセキュリティの買いくぐり方に、エアカナダの職員も驚いたという。シリコンマスクを着用するだけで、全くの別人になれるという成功さは、カナダ、そしてアメリカの連邦機関において、セキュリティを強化することが審議されることにもなった。そして、 男性が別人を装っていたにもかかわらず、入国を許可してしまった香港国際空港の職員に対し、香港の裁判所は有罪判決を言い渡した。男性は中国からカナダへの亡命を目的に登場した。逮捕後にカナダへの亡命申請を行い、これを受理された。ありがとうございます。